皆さんこんにちは。本日のレッスンはボールを止める、簡単に打つ、アプローチの方法についてレッスンをしていきます。どうしてもボールを上げようとする、ボールを止めたいと思うと難しい、ロブショットをイメージされる人が多いかと思います。このような形で構えてこういう形でですね、高いボールでボールを止めたい、確かにですねこういう打ち方もあります。しかしですねこのショットはですねミスショットになりやすい傾向がありますので、使わないでいい場面では、あまり選択する必要がない、ショットになります。今回、ご紹介するのは、簡単にボールを止めるアプローチです。通常皆さんが打たれているようなアプローチというのはこのような形で、振り幅、リズム、タイミングで、距離を合わせていると思います。例えば膝から膝10ヤード腰から腰、例えば、これで20ヤード、といった形でだいたい自分の基準を持って、距離を合わせていると思いますが、今回この基準の振り幅を、使ってですねフェイスの面を少し開いて、同じように振ることで、距離を覚えていくといった、レッスンです。まず構える位置、構えるフェイスの向きというのは1時半ぐらいですか、1時ぐらいのところでこのように構えてください。このようなフェイスの向きでグリップを握ります。このぐらいにしてスタンスは、通常通りで結構です。このような形で構えて10ヤードでしたら例えばこのような形、ボールをいつもよりも右ではなくてセンター寄りに置いてください。このような形に置いてそのまま少しアウト目に上げていきます。このクラブがインサイドに入らないことだけ気をつけてください。少し手よりも前にヘッドがいる意識を持ってこの手首の角度をキープしていきます。この時にこう開いてしまうとシャンクになってしまうので気をつけてください。単純に手首の角度を固定して左の腕を伸ばしたまま体が回る、これだけでボールは高く上がってきます。単純な方法ですが、この練習しておくと、ボールを止めたい場面、簡単にボールを止めることができます。これも同じく腰から腰、膝から膝、また肩から肩、でですね3つの、3種類のですね基準値を、しっかりと作って練習をしてみてください。例えばこの1時のフェイス面の向きで膝から膝をの振り幅で打った時にどれぐらい飛んでいるのか、また腰から腰の時にどれぐらいボールが飛んでいくのかっていうのをですね自分の中で覚えていただいてこれを繰り返し練習していきます。どうしてもロブショットとかフェイスを大きく開いて足を開いてカットしていくような打ち方ですと距離を合わせるのも難しく、また綺麗にヒットさせることも難しいショットになります。ただですねこのフェイスを1時に開いて振り幅をもう一度3箇所ですね、膝、腰、肩の3箇所で練習すると距離も合わせやすくて失敗も少なくなってきます。なので難しい打ち方をせずにフェイス面だけを開いてインサイドに入らないことだけ意識して体を回して戻すだけ、こんな形でですね打っていただければボールはふわっと打つことができます。どうしても手先でスイングをアプローチをこのように打ってしまうと思ったより、初速のスピードが速くて、グリーンに落ちるんだけど奥まで行ってしまう、こんな方はですねこのアプローチ一度練習してみてください。最後に一つ、皆様にやっていただきたいのは、グリップの持ち方なんですけども開いた状態で握るということを忘れずにやってください。閉じている状態で開いてもインパクトの時には戻ってきてしまいますので開いている状態でグリップを作るということ、これをしっかりと覚えてください。また右のグリップは横からあてがっている通常グリップじゃなくて少し上からこのように握るアプローチを意識してください。このように握ることで、クラブのフェイス面のローテーションを抑えることができますのでこの右手を上からかぶせて握るということも頭に入れて、この開いたアプローチ、練習をしてみてください。簡単にボールを止めることができます。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。